はい、ウォルスパーです。今日はですね、こちら知ってます？ジャイアンツの阿部慎之助選手のミットがちょっと球団関係者の知り合いから貸してもらえたので、こちらですね、阿部慎之助選手のミットです。こちらね、阿部慎之助選手の肩なんですよ。素人じゃこれ取れないような方なので、まあ、どうなるかわからないんですけど、ちょっとキャッチングに挑戦してみたいなと。プロ野球選手がどんなミットでキャッチングしてるのかなと気になったので、ちょっとこれでキャッチングしてみたいと思います。それではやっていきます。これマジでやばい、怖っ。硬いっす、怖っ。全然音鳴ってないよ。鳴るわけない。やばい、あ、そう、OK。 いや、思った以上にカチカチですね、これ思った以上にカチカチなんですけど、まあまあ僕のキャッチング技術が足りないっていうことですね。でも、まあプロ野球選手の普通ならね、こういう掴みをするんだと思うんですけど、阿部慎之助さんのグローブはこう、マジで上だけの力しか伝わらないみたいな。これがプロ野球選手のこだわりなんかな。まあキャッチングしてみましたよという動画でした。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。まあもうちょっとキャッチングのやり方はコメントで教えてください。どんどん上手くなりますよ。ありがとうございました。はい。というわけで4月のプレゼント企画です。まずはクボタスラッガーのグローブ、KSS1P 型となっております。片付け済みのグローブで即戦力で使えるグローブとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちら、タナーティ。動画で以前使用したものと同じものを準備しました。チャンネル登録&コメントで応募可能です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。ありあした。今日も見てくれてありがとう。